こんばんは。シシドレイのちょっと怖い話にお越しいただいてありがとうございます。映ってますでしょうか？なんか映ってへん気がする。こっち真っ暗やねんけど。あれ？オッケー？あ、大丈夫なんや。でもこっち何も映ってへんです。大丈夫？でもこっちがちょっとヘルプです。ニコニコ動画ホラーチャンネルのシシドレイのちょっと怖い話に来ていただいてどうもありがとうございます。今日はもう早速紹介しますね。今回のゲストはまた渡辺こよみちゃんと関谷まゆこちゃん初登場です。こんばんは。画面映ってないですけど、なんか不安になるよね、ちょっと。そうですね。大丈夫かな？ 大丈夫だ とりあえず映ってるんですよ映ってね。る。はい。OK です。はい。じゃあ、関谷さん。そう。こんばんは。私は初めましてです。関谷です。よろしくお願いします。すごいよね。かわいい声ですよめっちね。ゃ怖いよね。めっちゃ漫画やん。そうなんですよ。すごい耳に残る声でね。すなんか普通にそれなんですよね。だってそうそうなんみでたすいです。よ。すごいなんか私そのなんか周りのアニメ声じゃない人の気持ちが初めて分かりました。なんかうちこれでも「初めまして」とか言ったら「どっから声出してんねん」とか「お前ポケモンか？」とか言われるんですよ。でなんか声が特徴的って言われて、多分小梅ちゃんと同じぐらいのなんかそう、そ感の、じか私もな。そんな、そう、ちょっとびっくりするけど、だから小梅ちゃんと会った時もアニメ声やと思ったけど、そんなにびっくりしひんかった。そえ、う、まゆこちゃんは？授業で発表したら、目の前で寝てた人がガバって起きたことがあります。で、キョロキョロってして、えって顔され え、二次元がいるみたいな。こっちがびっくりしちゃいました。でも可愛いですよね、そうまゆこですさね、なんん。なんか、かわかる。耳に残る声でね、振り向いちゃいますよね、なんか。ちっちゃいし、しかもなんか。ちっちゃいのは座ってたらバレないんだから言わないでくださいよ。すごい。ねえ。こけそこけそうになった。こけそうになった。あ、じゃあ全然喋ってなかった。じゃあこれ言うことだけ言っときますね。この番組は、私シシドレイと怪談好きとかホラー好きの女の子たちがゲストで来てくれて、まあいろいろ喋ったり怖い話をしたりする番組です。前回の放送では179名の方々に来てもらってどうもありがとうございました。ありがとうこれございからも頑張ります。で、ここからちょっと小嫁ちゃんに読んでもらいます。はーい。この番組はホラー専門携帯サイト実録リアル恐怖 DX、 スマートフォンアプリ実録怖い話、ニコニコの新チャンネル投稿募集、本当にあった怖い話とのコラボ番組となっております。サイトへの URL は番組ページ下の説明欄にあるホラーコンテンツが盛りだくさんのまとめサイト、ぜこわと com に掲載されておりますので、よろしければ見てみてください。イエーイ。映 ってないけど、なんかあ、例怖のい仕業怖かみなのかもしれない。例の仕業かも例しのれ仕ないし業ゃないでか。すね。萌え声ホラー。 確かに。確かに。そ怪談姫って書いてくれてます。そう、ありがとうござ姫ちいゃまん、二人は姫ちそうゃんなんでグすループよ。ですよはい、怪談姫の2期メンバーで。あ、一緒のメンそうなんですよ、一緒で。それで仲コン良しさビ、んに。コンビ、コンビ、ユニット、ユニット、コンビ、お笑いになっちゃう。お笑いになっちゃうか。どっちがツッコミみたいな。どっちが、もちろんツッコミですね。両方手を挙げてる。なんか待って、でもなんか彼女は認めないんですよ。私がツッコミって言うと、いやいやいや、こよみ姉さんの方がボケてるからね、みたいな感じで。こよみ姉さん、姉さんなんですけど、実はとぼけてるんですよ。なんかちょっとわかる気がします。なんかちょいちょい、なんか忘れたりはしてます。天然だから。かわいいです。そんな感じで、はい、活動してます。で、そんな感じで本日も秋葉原の神タワーにて公開生放送です。ですね。はい。なんか
か私の顔色がすごい悪いって書いてあるんだけど。でもね、これうちら見えへんねんな、今日。そうなんですよ、うん、自分の顔が全然見れないんですよ ね、うん、ナウローディング、ずっとナウローディングって。あ、来ましたか。はぁ、多分ダメなんですかね。はぁ、まあ、いいや、そうですね。はいね、なんか最近あったこととかありますか。最近あったホラー的なことだと、うん、多分ね、関谷さんがちょっとなんか体験しちゃったみたいなんですけど、もともと体験する人なんですか。いや全然、一緒に動画撮ってても私の方が何も感じないと思います、うん、でもやっぱりこういうちょっと怖い話やろうと思ったのは怖い話好き。そうです、もともとのフィクションとしてはオカルトとかホラーとか割と好きな方だったんですが、うん、逆にこういうことやらせていただくようになってから、うん、読むのがちょっと怖くなりました。逆に、リアルに感じるみたいな、はい、あ、そっか。なんかそのいわくつきな、うん、その事務所が、うん、私の事務所私たちがいつも収録する、うん、スタジオはですね、うん、ヒャーイさんっていう、はい、女性の霊が、はい、いらっしゃる。ヒャーイさん、みんなでヒャーイさんって言ってるんです。ヒャーイ、ヒャーイ、ひゃーっていう表情をしているらしくて、でも私たちはそれを見たことがないんですけど、その霊感が強い人は、はい、その女性を見えるんですよ、うん、でみんなその人の顔はひゃーってなってるような、すごいおぞましいような顔をしてるらしくて、ひゃーみたいな、そうで、なんかその女性がその収録するスタジオのこの、うん、ここですよね、この上部分にいつも行って、ここに関谷さんがいつも座って、うんうん、私が座って、うん、ここにその司会進行してくれるそのとあるプロデューサーがいるんですけど、うんうん、だいたいここら辺にヒャイさんいるんですね、で私たちは全然気づいてないんですけど、うん、怖いことになんかまゆちゃんは無意識にそれを気づいてるんですよ。例えば収録中にここに多分彼女ちゃんいるみたいなんですね。で私は気づかないんですけど、うん、彼女はふってこうやって見上げるんですよ、猫みたいに。そう、でも本人に見てたよって言うじゃないですか、うん、そしたら、うん、私全然覚えてないんですけど、その声で私全然覚えてないんですけどって言うんですよ、うん、そう、そう、見てることも意識が、じゃあ無意識ってことなの。そうなんです、全然見た覚えもないし何かが見えてるわけでもないし、感じてるわけですらないんですけど、また見よさよって言われる。そうですよ、はい、それがなんか動画にちゃんと残ってて、で私この前その動画にちょっと出られなかったんですけど、彼女だけがちょっと出演してた時に何度も見てて、うん、そう、ちょっと証拠はバッチリ掴んでるのでもうちょっとなんか見てないよなんて言わせないよってちょっと思ったんですけど、ね、そうですよね、なんかただの様子見なのか。そうでもまあその見てる場所にその女の人がそのいるみたいな。プロデューサーさんは見れるので、見えてるので、そうだから狙ってるよぐらい。そう、あ、見てるみたいな感じで。そうね。それを見ようとし 見ようとしてそっちを向くと本当に何も感じないし見えないんです。って思って、ただこの間の撮影の時にちょっとそっちを向いて行った直後に人の気配とあの物が崩れる音が事務所で発生して、それがバッチリその動画に入ってしまって。そうなんですよ、私も見ました。ちょっと怖くて動画まで見られないですよね。なんか自分がのことを言われたらめっちゃ嫌ですよね、自分がこういうことをして。それもね、どうなのか真相わかんないですよね。そうなんです、うん、教えてくれなかったもんね、うん、ってことが、はい、今なんか画像が映るようになったんです。ね、映りましたね、怖い。だってなんかなんで私の顔がカーテンと一緒っていうのがすごいわかった、うん、めっちゃ一緒っていうか、小弓ちゃんが白すぎる。みんな白いですよね。あ、すごい、なんか出た、バクってる。なんか謎のものが出現した、ね、めっちゃなんか呪文みたいな、なんかバグですよね。怖い、これ怖い、なんですかね、体内機。
デイです。いやー、それは例、今のは例、打った人が例なんですか、それとも怪現象が例なんですか。え、打った人が例です。打って死んでます。何回からのメッセージ。なんか今、寿司さんの横に手が映った。え、嘘。私の手じゃなくて。そこでパソコンやってくださった手。あ、きっとそう。へえ、そうですね。じゃあ朗読？あ、もう朗読いっちゃいますか。いっちゃいますか。はい、じゃあ朗読いきますか。じゃあ私が読んで、今日は、はい、はい、私と関谷さん一個ずつでちょいの間階段を、はい、やってくれるんですね。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもめっちゃラッキーです。でも怖いかな今日は。ちょっと不思議な話なんですよね。ちょっと、はい、なんで、じゃあ怖い話を私から朗読できまして、はい、なんかいいのあったんですよ、すごい。あ、これ、いきます。おぉ、うん、それは僕が5歳の時です。ベッドで寝ていると金縛りになりました。僕はよく金縛りになってたので気にもしませんでした。でもその日はいつもと違いました。寝ている僕の耳元から何人もの話し声が聞こえてきました。なんだろう、不思議に思いましたが、まあいっか無視していました。だんだんその声が聞こえなくなり、また寝ようとしたら今度は体がふっと浮いたような気がしました。目を開けようとするのですが、金縛りに合っているので目も開けられず、体はどんどん浮いていく気がします。その時体がピタッと止まりました。その瞬間後ろにグッと引っ張られました。なんかこういう状態なんですよ。グッと引っ張ら、寝ててグッと引っ張られました。嫌な感じがしたんで体中に力を入れたんですが動けません。それでも力を入れ続けました。その瞬間パッと目だけが開き、視線の先にあったのは髪を振り乱している首だけの女のものすごい形相です。その女は僕の髪の毛を加えながら睨んでいました。女と目が合った瞬間、女はふっと消えました。今でもあの時のことは忘れられません。あのままだったらあの女に連れて行かれていたのかも。なんかこのビジュアル怖くないですか。だってこう体がふって浮いて、はい、後っこグッてなって、はい、で気づいたらここに頭があるんですよ、女の人の頭が。で、ね、でもしかも頭だけなんですよね。そう、首だけで、しかも自分の髪の毛を噛んでるっていう。それは初めて聞いたなと思って。それは怖い、ね、なんか生首が浮いてるとか、今日可愛い女の子がいるからちょっと怖がらせたいけど、生首いるとかね、よくありますけど、はい、なんか触られてるのって嫌ですよね。いや嫌ですよね、しかも5歳の時って。そう5歳ですよ、5歳の時もう縛りがによく合ってる5歳ね。本当だね、嘘かな。そうもう妄想ですか。笑ってますよ。笑ってますよ。うん、でもなんか、うん、まあ寝る時の体験だでしょうね、はい、金縛りの、うん、私、はい、怖いかな。なんか今回は私のちょっと実体験の話を、はい、できました。はい、私が小学生の時の話なんですけど、私が小学生の時に友達がなんかある地蔵みたいなものを見つけたんですね。で、まあ、その見つけたその地蔵はなんか一時期そのクラスの中でなんかブームっていうか、え、何それみたいな感じで見に行こうよっていう話になってたんですね。で、私たちのその小学校通る通学路があるんですけど、その通学路の道から少し外れた場所に見また道があるんですけど、そこをずっとまっすぐ行くんですね。そしたら林があるんです。
林があって、林をもうちょっと先に進むとだいたい学校の机くらいの社があるんですね。その社の中にそのお地蔵さんらしきものがあるんです。まあ見た友人から言わせると、いやあれは怪獣でしょって言ってたんですけど、お地蔵さんらしきものなのに怪獣、何言ってんだこの子って私は正直思ってしまって、まあ、とりあえず、ね、見に行ってみようかって話になって、当時はその私を含めて女の子3人と男の子2人でその社に出かけたんですね。で、まあ、ついて社の中見てみたら、確かにそれらしきものだったんですよ。まあ神様みたいに崇められてるから一見お地蔵さんみたいな感じかなと思わせるんですけど、見た目がそうですね、毛虫を縦にしたような形、こんな感じですね。で結構多分大きいと思うんですよね。でその全身に結構鋭い時がバーってついてるんですよ。怖い気持ち悪いですよね。で頭のてっぺんに大きな角が3本生えてるんです。正直初めて見てすっごい気持ち悪かったです。もうなんか近づけないって感じでした。でもちろん他の女の子たちもすごい怖がってて、で遠目からこう、いやもう早く帰ろうよみたいな感じで言ってた時に、男の子たちは全然なんか怖がってなかったんですよ。え全然こんなの怖くないしみたいな、おもちゃかガラクタじゃねみたいな感じで言い方をしてたんですね。でまあ近くにあった砂とか石を持ってそのお地蔵さんらしきものに投げつけちゃったんですよ。絶対良くないと思う。ですよね。で、まあ、その日は特に何もなく普通に家帰って、でまあ私当時おばあちゃんと一緒に暮らしてたんですね。でまあおばあちゃんに今日あった出来事とか話すじゃないですか。でその時に、あそういえば今日みんなで社に行ったんだみたいな感じで話したら、いつも本当に優しいおばあちゃんなんですけど、今までかつてないくらい怖い顔で、なんでそんなとこ行ったの、なんで社に近づいたのってすっごい形相で怒るんですよ。で私もわけが分かんなくて、え、なんでこんな言い方されなきゃいけないの、なんでこんなに怒ってんのと思って、え、なんで言っちゃいけないのって泣きながら言ったんですね。そしたら理由は何も教えてくれなかったんです結局。でその後なんですけど、いたずらしてしまった男の子が2人とも大けがを負ってしまったんですね。一人は高いところで遊んでたんですけど足を踏み外しちゃって、なぜか知らないんですけど落ちちゃったんですけど、その落ちた場所に木材があったんですよ。その木材のこのギザギザ部分が体中にクサクサクサって刺さっちゃったんですね。トゲがで、もう一人の子は細い道を歩いていて車にガンってぶつかったんですけど、転倒するじゃないですか。転倒した場所になぜか畑で使われるクワが置いてあって、そのクワを頭にグサッてそう刺さっちゃったんですね。大怪我です。大怪我ですよね。で、まあ、その後の彼たちのその状態とか本当知らなくて、私転勤族なんで学校変わっちゃったんですよ。なんで分かんないんですけど、そのまだ女の子の友達とは一人だけつながってて、本当にたまになんですけど遊ぶんですね。でもその話をしようとするとなんかやっぱすごい嫌がられるっていうか、なんか話したくないっていう感じで言われて、それ以上私も詳しく聞けない状態になってるんですけど、とりあえずなんでおばあちゃんがあんな必死になって社行くなって言われたのかも分かんないし、でも理由も教えてくれないし、なんであそこにあんなのがあるかも分かんないし、まあ男の子たちもそのいたずらした後にまあそういう事故みたいなことがあって、まあそのなんだろう、刺され方も体中トゲじゃないですか。一人はトゲで、そうそうそう、で頭にその
クワみたいなのが刺さったって言ったじゃないですか、うん、それってそのお地蔵さんらしきものの体のトゲと頭の角を表していたずらした2人に罰を与えたんじゃないかって私はちょっと思っちゃった。あくまで推測なんですけど、うん、はい、かなって思いました。いやすごい、ね、で本当にそういうなんか死んではいないと思うんですけど、うん、こう今も行ったらあるかも、あるじゃないかなって思うんですけど。何県ですか。うん県ですね。実はそのおばあちゃんも亡くなってて結局もう聞けないね。そう聞けないんですよ真相は、うん、なんで もしねこれ聞いてあーって思った方とかいたら ねちょっとあんま近づかない方がいいかと、うん、行ってもなくても怖いしね。そんなもの絶対なんか元から昔からなかったみたいな、ね、でも嫌じゃない。嫌です。てかなんでそこにその林の中にそんなのがいるのか、うん、もう本当に謎なんですけどね。いい話でした。はい、怖いこと言ってる人話したらやられる。ばあちゃん先に止めとけ。おばっきゅう怪我さんもだといいんですけどね。怖い。いやうん気持ち悪い。そういう話好きですね。変な話ですよね。変なね、その呪い的な話なんですけど、多分これは絶対石投げたのが悪いんだと多分、うん、そうやっていたずらしちゃってバカにしたような感じで言ってたんで、はい。それはマユコ関谷さん。何なんですか。マユコ関谷さん。はい、はい、なんか今のが怖かったんで怖い話するともっと怖くなりそうなんですけど。怖がりじゃないですか。ね、意外と怖がりですね。いや、違う、この間の以来怖いんですよ。あ、スイッチ入っちゃいました。でも別にそれで何かその後感じたとかは全然ないんですけどね。なんかね、後ろにいるかもしれない。睨まれた。睨まれた。すごい、だって楽しそうに言うから。そうなんだよ。これでも俺ね、あの怪談姫的には美味しいからさ、ね、またなんか拾ったら。私もちょっと階段を話します。小見さんのよりはちょっと新しい、本当に最近知人から聞いた話です。うん、聞いたのは最近ですが、と初日の出を撮影に行きたい。で撮影って言ってもそんな機材とかがあるわけじゃなくて、あのみんなでムービーを撮りに行こうくらいのノリの計画だったらしいんですが、話してくれた子がバイト先で何人かに声をかけて最終的に7人で行くことになったんだそうです。でその中にまだ高校生の女の子がいたこともあって、徹夜で日の出を待つとかしないで早朝に集まって、地元のそれからでも日の出に間に合うぐらいの地元の小さい山に行くことにしたんだそうです。本当にあの名所とか有名なところとかじゃ全然ないところで、ただ頂上まで車でまっすぐ上がれる道がついているからってそこを選んだそうです。ただまあ地元といってもやっぱり初日の出は高いところからだと見やすいですし、うん、近くの人なんかでも割と混んでるかなってみんな覚悟していったんだそうですが、山頂の駐車場に着いたら誰もいなかったんだそうです。車も1台もないし本当に誰一人いなくて、その7人だけで、話してくれた子はすごく絶好の場所なのにどうしてこんなに誰もいないんだろう、ちょっとおかしいな、気持ち悪いなって思ったんだそうですが、でも周りはみんなお貸し切りだとか割と喜んでたので、まあいっかって思って何も言わないでいたんだそうです。でみんなでそうワイワイやっていて、そろそろあの明るくなってきた、空が白んできたくらいのあたりで、あじゃあ撮影しちゃう前にお手洗いに行っておこうって思って急げよなんて言われて走って行っていたら、目の前の向かっていた建物が
の方からギャーってものすごい悲鳴というより叫び声、ものすごい声がそっちからして、でその人はもちろん立ち止まってしまって、みんなも一斉にそっちを向いたら、建物がガタガタガタって、もう目に見えてグラグラ揺れた。え、地震って思ったんだけど、足元は何も揺れてないし、周りを見ても誰も何も揺れてない。ただその建物だけがものすごい勢いで揺れていたんだそうです。その声にもびっくりしたし、どうしてあれ揺れてるのって思って、みんななんとなく集まってきて、もう日の出どころじゃなくなってしまって、でもこのままいるのも怖いし、みんなでこっそり近づいて建物の中を覗いてみたら、もう警察が事故現場に置く立て看板、わかりますか、あの何月何日に事故がありました、何とかがありましたみたいな、それが置いてあったんだそうです。本当にガランとしていて、もちろん中で誰かがいたずらして声を出したとか揺らしたっていう形跡は全然なくて、ただそのすごく看板だけポツンって置いてあって、みんなはって、え、これ事故のせい、そういう何かがあったせいって思って、もう怖くなっちゃって、そのままみんなで車に乗って帰ってきたんだそうですが、それがどういうことだったのかは本人たちにも全然わからなくて、それ以来一度も行ってないんだそうです。ただそんなことがあったから、もうなんか初日の出とか初詣とか行きたいねって話が出るには出ても、みんなやっぱり実際にどこかにみんなで行こうねっていうふうにはまだならないんだって聞きました。でもね、揺れるの見たら絶対めっちゃ怖いです。怖いですか？だって自分は揺れてないんでしょ。大きい絶対揺れないものがガーッと揺れてるし、もうプレハブとかじゃない、本当にちゃんと建物で、はい、なのになんかこうグワグワって目に見えて揺れた。揺れてる、しかもキャーっていう声。そうなんね、悲鳴で、あ、警察がいるから事故現場で、なんかあったのは確実っていう感じで、ね、確実で、でもなんでその建物が揺れ、謎なんかそんな初日の出の日にね、事故の内容まではわからないんだそうで、いや余計気になっちゃう、わからないからこそなんでなんでみたいな。ただ本当にその場に誰もいなかったのは、そういうことが今までにあって人が来なくなったのか、事故があったよっていうことが周りには知られていて、危ないからなのか、事故現場だからなんとなくなのか、近づくなっていう場所だったのか、何なんだろうねって言ってました。本当にニコニコしてる人がいるけど、時間大丈夫ですか？やばい、もう終わり。そう、じゃあ巻きで何分ぐらいまでいいんですか？はい、10分ぐらいです。あと5分ぐらい。はい、じゃあ巻きで告知をしっかりやりますか？ありがとうございます。はい、すいません。じゃあ番組がここで終わっちゃうんで、ぶつ切りみたいな感じです。これだけちょっと読んでもらっていいですか？あ、そうだそうだ、はい、あ、じゃあお願いします。あの、めっちゃアニメ声でやってください。はい、はい、どんなんですか？あなんとか、なんとかだ、ブーみたいな、にゃーブーって何ですか？てへーみたいな、え、何をやらせたんですか？やったそう、そんな感じでタプーみたいなと、じゃあ、いきます。この番組では皆様からの怖い話の投稿を募集しております。投稿は、番組ページの下の説明欄にありますアドレス、info@noroware.jp か、ニコニコの投稿募集、本当にあった怖い話チャンネルまでお送りください。また、番組では、スタ
ジオで会談をしてみたい方も募集いたします。私たちとニコニコ放送で会談を披露したい方、ぜひスタジオに遊びに来てください。超すごいね。今すごい、なんか動物、なんかなんだろう、なんかちっちゃいふわふわしたものが喋ってたよね。なんいやもうなんかちょっと男の心キューンみたいな。ほらほらじゃなくなっちゃうんです。いやでもその声でさ、めっちゃ怖い話した、めっちゃ面白くない？いやギャップがあって面白いですよね。そう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 。だってグロミちゃんとか好きってことは血だらけとかちょっと好きでしょ？実際のグロいのはちょっと苦手なんですけど、あの絵としては好きです。可愛い怖いみたいな。うん、じゃあ告知を、はい、あったらお願いします。じゃあ2個ずつ行こうか。まず1つ目、4つあるんですけど、まず1つ目が、私たち怪談姫に、怪談姫なんですけど、怪談姫の DVD の2が2が、はい、発売されるんです。今先行受注受付中なんで、まあ、詳しい内容とかは私の渡辺小読のブログでもやりますし、彼女のツイッターでも、はい、告知しますし、はい、発表しますのでぜひチェックしてください。はいはい、そしてもう一つが、8月31日に、第1回の心霊ハンカチの怪談ライブを行ったんですけれど、それがあの DVD になって限定100枚で発売してるんです。もうこれ以上あの生産しないので、はい、結構もうね半分以上売れたって言ってたよね。そう、じゃあもうあんまないよ。そうなんです、うん、もうほとんど残り少ない感じぐらいって言って、そんなに売れたと思ってなかった。なんでぜひぜひあのそちらの方もブログの方で発表しますので、ぜひ購入してください。はい、じゃあ、はい、その心霊ハンカチのライブなんですが、第2回目が決定しております。と年明け1月に行われるんですが、そちらのライブもご予約受付中です。ただいまの DVD と合わせまして、とプロデューサーのブログが一番分かりやすいですかね、はい、にを、はい、ツイッターなどでも流していますので、専用予約フォームがあります。ぜひそちらも見に来ていただけると嬉しいです。それからと FM 浦安さんで12月の3日から毎週火曜日、浦安河原版心霊ハンカチのラジオバージョンが始まります。と19時30分から20時まで1回30分の放送になります。とサイマルラジオっていうパソコンからラジオが聴けるサイトでもご視聴いただける模様ですので、ぜひ聞いてみてください。ってまだ始まってないんですが、12月3日からです。1,2,3 だね。これからね収録なんですよ、私たちで、あのアイドルの方だったり、うんうん、歌手の方だったり俳優の方だったり、結構ゲストが可愛らしいかっこいい方が出演されますので、ね、でこちらもねいずれ DVD 化になるんですよ。ラジオなので声だけなんですが、実収録風景を撮影しておいて、はい、というお話になってます。これはコスプレ、こっちがコスプレ、ラージはコスプレではないかと分かんないんだよ。でもね、なんか直前になってもしかしたら来てとかってあるかもしれない。私本当まだチェックしてたらいいんだね。普段の動画がちょっとたまにコスプレだったりするので、どこで買えるのって、怪談姫のホームページで検索していただくと、そのいろいろ DVD とかのね、うん、販売とかが書いてあるので、はい、怪談姫で本当検索していただくと全部、はい、DVD の内容見えますので、ぜひそちらもチェックしてください、はい、でライブもね、もしかしたら私たちあの売り子でなんかちょっといろいろやったりするので、なんかみんなでワキワキやれるライブな感じで、じゃあ本人から買いたい人は、はい、もちろんそのライブに行って買えるのが一番楽しい。全然、はい、全然もうお話ししたりとかしても全然できますので、はい、じゃあぜひ遊びに来てください。はい、はい、でじゃあ私から告知が、告知というか、そうなんか実はですね、私シシドレイは今週日曜日から、ラーメン屋さんになります。おめでとうございます。ありがとうございます。うち
の旦那がなんかずっとやりたかったみたいで、ラーメン屋さんやることになったんで、であとあの吉本芸人の物言いの吉田サラダさんっていう方が、すごい仲良し で彼のお店として出すんで、なんかあれジョニーデップです、違うかの人で、でそのラーメン屋、横浜家系ラーメン、その名も違うか、出口を上がってすぐ出て0分出てすぐなんで、みんな食べに来てください。私おかみというか、すごい美しすぎますよ。いやめっちゃキャップかぶって黒い T シャツで、なんだろう、なんかいかつい感じでラーメンこう腕組んで待ってますよ。絶対絶対グルメ番組とかで特集されますよ、美しすぎるおかみみたいな、ね、絶対ありますよ、うん、楽しみです ね階段ラーメンって書いてるけど、階段ラーメン、コラボします、じゃあ。いやいいですね、なんかラーメン屋さんの階段しゃべる時ね、私もそういうことしたかったのとか、デスメタルラーメンとか、デスメタルラーメンなんかさ、このラーメン屋の名前もすごいロゴみたいな感じで、絶対誰も読めないみたいなヘタヘタとか言いたかったけど、ちょっとあの普通です、普通のお店になりますけど、あ普通のお店ですはい、楽しみですね。あ、番組を見たら一杯無料はないけど、日曜日、月曜日、火曜日、オープンから3日間は一杯300円です。超安い。本来は650円。あ、もう300円。お、はい、お得ですね。めっちゃ宣伝して。食べに行きたいです、本当に。本当にお前に行きたいです。早稲田とか近いんで全然食べに行きたい。そうか、そうなんだ。やった。はい、行きたいです。じゃあ、早稲田に来てください。じゃあ、はい。行きます。うん、はい。っていうことです。で、ちょっと次回の放送がまだ確定してないんで、ちょっとわかんないんですけど、これで次回放送は次ですってまだ言えないんですけど、必ずあります。本日のお相手はシシドレイと渡辺こよみさんと関谷真由子ちゃんでした。ありがとうございました。DVD 買ってね。DVD、ラジオも聞いてください。めっちゃ漫画やん。そうなんですよ、すごい耳に残る声でね。ねえ、なんか普通にそれなんですよね、だって。あ、そうなんですよ。なんか私そのなんか周りのアニメ声じゃない人の気持ちが初めて分かりました。なんかうちこれでも初めましてとか言ったら、どっから声出してんねんとか、お前ポケモンかとか言われるんですよ。でなんか声が特徴的って言われて、多分。うん、小海さんと同じぐらいのなんか感じかな。そう、私もそんなちょっとびっくりするけど、だから小海さんと会った時もアニメ声やと思ったけど、うん、そんなにびっくりしひんかった。うん、そう、お前くちゃは授業で発表したら目の前で寝てた人がガバって起きたことがあります。えってキョロキョロってして、えって顔されて、え二次元がいるみたいな。こっちがびっくりしちゃいました。でも可愛いですよね。そうですね、なんかなんか分かる、うん、耳に残る声でね、うんうん、振り向いちゃいますよね、うん、なんか、ちっちゃいし、しかもなんか、ちっちゃいのは座ってたらバレないんだから言わないでくださいよ。すごいねえ。こけそうになった。こけそうになった。あ、じゃあ全然喋ってなかった。じゃあこれ言うことだけ言っときますね。宣伝、一緒に動画撮ってても私の方が何も感じないと思います、うん、でもやっぱりこういうちょっと怖い話やろうと思ったのは怖い話好き。そうです、もともとのフィクションとしては
オカルトとかホラーとか割と好きな方だったんですが、逆にこういうことやらせていただくようになってから、読むのがちょっと怖くなりました。逆に、リアルに感じるみたいな、はい、あ、そっか、なんかそのいわくつきな、その事務所が、私の事務所私たちがいつも収録するスタジオはですね、あのシャーイさんっていう女性の霊がいらっしゃる。シャーイさん、みんなでシャーイさんって言ってるんです。シャーイ、シャーイ、シャーイ、シャーイっていう表情をしてるらしくて、でも私たちはそれを見たことはないんですけど、その霊感が強い人はその女性を見えるんですよ。でみんなその人の顔はシャーって、なんかすごいおぞましいような顔をしてるらしくて、シャーみたいな、そうで、なんかその女性がその収録するスタジオのこのここですよね、この上部分にいつも行って、ここに関谷さんがいつも座って、私が座って、ここにその近い進行こんばんは、シシドレイのちょっと怖い話にお越しいただきありがとうございます。映ってますでしょうか？なんか映ってへん気がするこっち真っ暗やねんけど、あれ OK？ あ、大丈夫なんや。でもこっち何も映ってへん。大丈夫。でもこっちがちょっとヘルプです。ニコニコ動画ホラーチャンネルのシシドレイのちょっと怖い話いただいてどうもありがとうございます。今日はもう早速紹介しますね、今回のゲストはまた渡辺こよみちゃんと関谷まゆこちゃん初登場です。こんばんは。画面映ってないですけど、なんか不安になるよねちょっとそうですね、大丈夫かなとりあえず映ってるんですよね。はい、オッケーです。はい、じゃあ関谷さん、こんばんは。私は初めましてです。関谷です。よろしくお願いします。すごいよ。コンビ、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 ユニット、コンビ、お笑いになっちゃう。笑いになっちゃうか。どっちがツッコミみたいな。どっちが、もちろんツッコミですね。両方手を挙げてる。でもなんか彼女は認めないんですよ。私がツッコミって言うと、いやいやいや、こよみ姉さんの方がボケてるからねみたいな感じで。こよみ姉さん、姉さんなんですけど、実はとぼけてるんですよ。なんかちょっとわかる気がします。でもなんかちょいちょいなんか忘れたりはします。かわいいです。いえそんな感じで、はい、活動してます。でそんな感じで本日も秋葉原の神タワーにて公開生放送です。ですね、はい。なんか私の顔色がすごい悪いって書いてあるんだけど、でもね、これうちら見えへんねんな、今日。そうなんですよ、自分の顔が全然見れないんですよね。ナウローディング、ずっとナウローディングって。あ、来ましたか。はぁ、多分ダメなんですかね。はぁ、まあ、いいや。そうですね。はいね、なんか最近あったこととかありますか。最近あった、ホラー的なことだと、多分ね、関谷さんがちょっとなんか体験しちゃったみたいなんですけど、もともと体験する人なんですか？この番組は、私シシドレイと怪談好きとかホラー好きの女の子たちがゲストで来てくれて、まあいろいろ喋ったり怖い話をしたりする番組です。前回の放送では179名の方々に来てもらってどうもありがとうございました。これからも頑張ります。でここからちょっとこよみちゃんに読んでもらいます。はい。この番組はホラー専門携帯サイト実録リアル恐怖 DX、 スマートフォンアプリ実録怖い話、ニコニコの新チャンネル投稿募集本当にあった怖い話とのコラボ番組となっております。サイトへの URL は番組ページ下の説明欄にあるホラーコンテンツが盛りだくさんのまとめサイト、
絶コアドット com に掲載されておりますので、よろしければ見てみてください。イエーイ、イエーイ。切ないけどなんか霊の仕業かもしれない。霊の仕業かもしれない。霊の仕業ですね。萌え声ホラー。確かに確かに。怪談姫って書いてくれてます。そう、姫ちゃん、二人は姫ちゃん。そうなんですよ、はい、怪談姫の2期メンバーで、はい、あ、一緒のメンバー。そうなんですよ、はい、一緒で、はい、うん。